私はしおり。私にはもうすぐ結婚式を挙げる婚約者のケイ君がいます。結婚式の日取りや演出、ウェディングドレスなどはもう決まっていて、結婚式の招待状ももう招待客へは郵送していました。その中で大学時代から私にひっついてきて私の真似ばかりする友人マオには招待状を送っていなかったのですが。しおりじゃん、結婚式するって本当？あ、うん、今度結婚式するのよ。じゃあ手違いなのかな。ん？何が？私のところには結婚式の招待状届いてなくてさ、他の大学の時仲良かった子には届いてるらしいんだけどさ。あ、そうなんだ。うん、結婚式いつ？どこで？私絶対行くよ。あ、でも式自体はちっちゃくてこじんまりしたものにしようと思ってるからさ。そうなんだ。ウェディングドレスとかはどうするつもりなの？あー、ウェディングドレスは一応純白のバラをモチーフにしたドレスにしたの。ケイ君が私にはそれが似合うって選んでくれたのよ。そうなの？いいな、しおりちゃん可愛いから似合うんだろうな。ドレスだけ奮発してオーダーメイドで作っちゃった。オーダーメイド？すごいな。私お金足りるかな？マオがお金払う必要ないじゃない。それってどこのドレスショップなの？どういう注文だったの？え？セレナビーっていうところだけど。なるほどね、ありがとう。聞いてどうするの？ううん、自分の結婚式の時にも参考にしようと思って。それにしおりちゃんが着ている服はみんな可愛くて素敵なんだもん。そう、大学時代からしおりちゃんの着ている服はみんな素敵に見えちゃって、私も同じ服を探して買ってたもの。そうだね、私が新しい服を着てくると次の日にはマオも同じ服着てきてたもんね。うん、姉妹みたいで嬉しかったな。大学時代から私の着ている服をネットで探して同じ服を着ていたマオのことを私は心よく思っていませんでした。今回の結婚式も何かマオがやらかしそうで呼んでいなかったのですが、そして私の心配は的中し、結婚式当日ある事件が起こりました。ちょっとマオ、今日のあれどういうことよ？何のこと？ウェディングドレスよ。私が着てるウェディングドレスと全く同じものを着てくるなんて。だってしおりちゃんと一緒のドレス着たかったんだもん。マオさ、結婚式に新婦と同じドレス着る人がどこにいるのよ。でも本当しおりちゃんのドレス姿綺麗だったな。私も他の参列者の人に新婦と同じだって言われちゃって、ちょっとはしおりちゃんに近づけてたのかなって。は？何言ってんの？あ、でもしおりちゃんの方が目立ってたから大丈夫だよ。私の一生に一度の結婚式を台無しにしたって分かってる？え？なんで？しおりちゃんとお揃いのドレスが着れて私は嬉しかったよ。しかもあのドレスオーダーメイドなのよ。どうやって同じもの用意したのよ？ああ、あれね、大変だったよ。しおりちゃんがドレスを頼んだお店に行って、サプライズで使うって嘘ついて、お店の人にもう一着作ってもらったの。え？意外とオーダーメイドドレスって高いんだね。注文するのにお金が足りなくて、借金しちゃったけど、しおりちゃんとお揃いできたからいいや。それ、本気で言ってるの？あ、そうだ。そんなことは置いといてさ。新婚旅行はどこに行くの？新婚旅行？うん、しおりちゃんのお母さんに聞いたらヨーロッパに2泊3日って言ってたけど、いつから出発とか教えてくれないと私も準備できないよ。準備って何の話？待ち合わせとか荷物の準備とかだよ。ちょっと待って、新婚旅行にまで来るつもり？私ももちろんしおりちゃんとケイ君と一緒に行くよ。だってしおりちゃんと一緒にいたいし。新婚旅行はあさってから2泊3日、行き先はヨーロッパ。これでいいでしょ？やったー、
しおりちゃんありがとう。楽しい旅行にしようね。私の結婚式にわざわざ同じウェディングドレスを用意してきて、一生に一度の結婚式を台無しにした上に新婚旅行までついてこようとするマオには正直本当に驚き呆れました。そしていざ新婚旅行当日。しおりちゃん、空港着いたよ。そうなんだ。うん、楽しみすぎて昨夜眠れなかった。もうすぐ出発時刻だけど、しおりちゃんどこにいるの？私たちはもうヨーロッパにいるわよ。え？だって今日から旅行って。そうよ、正確には昨日の夜の便で、今日の朝にはもう現地にいるの。嘘、そんな。なら今からそっち行くから待っててね。どこら辺にいる？悪いけど合流する気はないよ。え？なんで？今日しおりちゃんが大学の頃着てた服着てるんだよ。え？しおりちゃんがお気に入りだって言ってたアメリカで買った服。嘘でしょ、あれ限定ものだよ。ほんとだよ、オークションに出されててさ、今しかないって買っちゃった。新婚旅行行った時にしおりちゃんとお揃いにしようと思ってさ。まあ今更だけどさ、大学の時からずっと私の服とか持ち物メイクまで真似してきて、私ずっとうんざりしてた。え？そんな。今回の結婚式だって新婦と同じウェディングドレスで参列するなんておかしいよ。新婚旅行にまで来ようとしてさ。だってしおりちゃんと一緒がよくて。学生の時はまだ我慢できたけど、もう我慢できない。他の友達たちだってもう結婚式してる人たちがいて、結婚式呼ばれてないでしょ。え？結婚式あげた人いたの？いるよ。みんな真央が私にひっついてくるのよく思ってなくて呼んでないんだよ。でも私、しおりちゃんがケイ君と一緒に家借りて住み始めるって聞いて、私の家解約しちゃったのよ。え？嘘でしょ？本当なの。しおりちゃんとケイ君と3人でそっちの家に住もうと思って今の家を解約したの。解約したのも驚きだけど、新婚夫婦の家に座ろうと思ってたの？うん、二人なら許してくれるかなって。真央さ、もっと自分を見直した方がいいよ。だからお願い、家だけ住まわせてくれないかな。いやいや、何言ってんの。お願い、私もう来月から住む家ないし。実家にでも帰れば。私あのオーダーメイドのウェディングドレスを買っちゃって今お金なくて、お母さんとお父さんにも嘘ついてお金を借りてるのよ。そうなんだ。今すら帰る場所がないなんて、借金してる両親には頼れないし。知らないよ、そんなの自業自得でしょ。しおりちゃん、お願い、ちょっとだけでいいから家に住まわせてほしい。真央、私も真央の行動にはうんざりなの。真央のせいで私の大学からの人生たくさん壊されたの。しおりちゃん、もうブロックするから金輪際私に近づかないで。待って、しおりちゃん、私どうしたらいいの。しおりちゃん。結局真央はその日飛行機をキャンセルせずに一人でヨーロッパ旅をし、帰国後は実家に帰ったそうです。ウェディングドレスの借金を支払うこともできず、親に全てを話した真央はこっぴどく叱られ、後日真央の両親が謝りに来ました。関わりたくないと断った私は、ケイ君と二人で幸せな人生を送っています。マオは悪い子ではないのですが、今回の件で自分の行動を見つめ返し、反省して変わってくれることを願っています。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。